トイレね、この横にあるんですよね。ここは一旦カットします。この農民カフェ、中入っていきますよ。やってるんだよ。音楽が聞こえてるってことはやってんだよ。なんかね、閉店してるっぽいですよ。中の人に聞いたら。それでは今日はこの辺で。それではですね、メイン駅舎の与駅の方に入って、駅の音を見ていきましょう。ここはね、観光地化されてるから、そんなに闇は深くないっていうのが、私の予想ですけれども、果たしてどんなもんでしょうか。まず最終記載。最終記載は6月5日。立派な駅舎と言いたいところですが、木造のやつはドラマのロケのために作ったものなんですね。本国はこちらの貨車、便所という看板がそのままなのが良いですね。そう、本来はね、本来はこの駅がメインです。ガが落ちてます。お腹減った。絵が描いた、上手な絵が描いてありますね。やっぱりさすが観光地だけあって、あんまり闇は深くない。やっぱり結構ね、定期的に来ますね、人が。見取り図冬、農民カフェ、冬季休業、トイレ、駅長の入れ、冬季閉鎖。免疫も遠い、免疫じゃないや、観光駅の方も冬季閉鎖ですかね。冬はこんな感じです。こっちが本物の駅舎かよ。ガの卵がありました。全く闇はないですね。夜19時30分、ドアを閉めていると、ここは埃っぽく咳が出てきました。駅員がいないので掃除はされていないようです。そりゃそうですよ。そりゃそうですよ。2015年8月16日、旭川 KKMHI、怖い、下水、なんだろう。反抗してある。東京から。ウルトラマラソンの帰り。なんか唯一ね、リア充爆発しろって書いてありますね。でも書き込み自体はね、ごく普通。そんなにその闇の深い書き込みだとか、鉄路の響きの新聞記事もないですね。
貧困法制のですね、駅ノートです。書いていきます。2016年6月5日、インターアーバン6304、現地調査、YouTube で検索。というわけで、まあ、普通の駅ノートです。闇を期待していた方には、物足りない。